驚く。はい、地元の龍泉です。今日はこっちでお昼ご飯を食べます。めっちゃ服できた。決定できたね。龍泉の待ち時間です。袋、はい、おしぼりで作ったペンギン。あ、アヒルいなくなっちゃったね。アヒル、ペンギン、はい、じゃあキック歌って。1,2,3玉のしんぼ、ゴリラの肋骨。じゃあゴリラの六本木やろ。あ、ゴリラの六本木、サッパーハッパー草と豆腐。うちらは1,2,3玉のしんぼ、ゴリラのロケット、ナッパーハッパー腐った豆腐やもん。ゴリラのロケット。あ、ゴリラのロケット。え、どっちも。ゴリラの六本木やもん。さ、あれやね、数が合わない。白の方が数合わない。あー、息子の方がいる。うわー、お腹すいた。もう待てない。はい、こちらお子様セットです。ウニラーメンと唐揚げとごま団子。あ、デザートもついてきます。どうもお子様です。ありがとう。あ、台風飯、中華飯もできた。ありがとうございます。中華飯、お子様ラーメンめっちゃ多いやん。そして台風飯、何がかかってるかな。こっち肉が下にあるね。いただきます。これが美味しいんですよ。いただきます。お先です。お先です。お先ですね。うん、美味しい。うん、おいしい。おいしいね。うま、最高最高。龍泉最高最高。唐揚げ大きい。めちゃくちゃ大きい唐揚げ食べてみます。いやいや、ここあ、すごいおいしい。うまい、やわらかい、意外と。大丈夫、こぼした。やばい。靴してはならないところ。バッチリ押さえました。お、ありがとうございます。台風飯。うん、本格的な味してる。なんかしてるね。うん、中華の。うん、中華の。本格的な。うん。美味しい。春巻き食べてる。春丸。ナルトンで。なるとはい、カンタ君のセット、醤油ラーメンと天津飯のセット、これでいくらですか。750円。財布に優しい、お得な満腹セット、どうぞ食べてください。いただきます。はい、どうぞ。じゃあまた天津飯食べてください。食レポもできます。次は醤油ラーメン、本格食レポしてくれる。うん、まだ食べる。え、ハン、何事ですか。そういうセット。どう、チャーシュー。噛むために旨味が増す。噛むために旨味が増す。麺、麺いきますか。はい、ありがとう。どう。
その間にぐっちゃの麻婆飯、麻婆チャーハン、麻婆チャーハンです。辛そう、絶対美味しい。麺はもちもち、うん、おお、麺がもちもち。こっちにもあるよ、辛子あるよ。この味ですか。贅沢。じゃあ、まあもう、まあもう、ね。麺も残り。え、また取れてなかった。赤くなってなかったか。あ、マジか。取れてなかったけど。エビマヨいただきます。エビマヨ。エビマヨいただきます。優先の人気メニューです。はい。あんどこれ。アンド唐揚げ、うまい。そう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 って言うんだ。おいしい。あ、組み合わせだってこと。そう、もらった。エビとも唐揚げ自体うまい。人生は世界一。イエーイ。人生は世界を続く一番の中華料理。配信中。最後までご視聴ありがとうございました。今回は私たちのソウルフードと言っても過言ではない近所の龍泉にみんなと行ってきました。きっとみんなの近所にも美味しい中華屋さんあるよね。そこの人気メニューやおすすめセット、ぜひコメントでシェアしてくれると嬉しいです。またチャンネル登録やLikeボタンポチッとしてもらえると嬉しいです。次回は岐阜県美濃市で和紙を使ったものづくり体験をした様子をお届けします。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後まで。